どうも、タイチです。お久しぶりです。本日は靴紐の結び方動画ということで、試合中、練習中、靴紐がほどけてしまって、靴紐がほどけたままプレーする選手が多く、またさらに靴紐の最後の部分だけ締めればいいっていう選手が多いので、ちゃんと根っこから結ぶっていう常識だと思ったんですけど、意外と知らない子が多いので、そういうところも含めて、動画にして、特にゴールキーパーなどね、靴紐をほどけたら困る選手は特に見ていただいて、まあ、親御さんも教えてあげて、簡単な結び方ではありますので、自分でしっかりと準備ができる選手になってほしいと思います。ということで、どうぞ。はい、それではですね、靴紐の結び方ということで、まず最初ですね、靴を履くときに結構多いんですけど、やっぱりここから緩めていきたいですね。これグッと履いちゃうとやっぱ靴が潰れてしまうので、しっかりとまずは緩めます。緩めます。ちゃんと緩めてから、こっちからまずは締めていきます。しっかりと締めていかないと靴に足がフィットしないので、ね、まずは一番底から締めて、ここからが大事。まずは1回、その後蝶々結びはこれで終わりなんですけど、今回の超蝶々結びはもう一周します。まずは1回、その後に蝶々結びは1回通して、もう1回このもう一周間に入れます。こうすることによって紐が硬くなります。ただ取るときは一緒、引っ張れば蝶々結びと同じなので取れます。で、違う角度でもう一回いきます。まずは肩結びが1回入ります。入って、その後に蝶々結びと同じ回して入れて、この紐をもう一回この間に入れて、キュッとします。結び目は蝶々結びのが2つになっているような形ですね。こうすると試合中ほどけることなく、ほどくときはまっすぐなりますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、以上、今回は靴ひもの動画ということで、低学年含めちょっとYouTube もちょっとサッカーの動画をやれと言われてますので、もうちょっとサッカーの動画を増やしたいと思います。まあ、特に、まあ、応用ですかね。基本的な部分は、まあ、練習で教えてるんですけど、やっぱちょっと、まあ、応用的な必殺技的な部分をちょっとやっていけたらなと思うので、ぜひ乞うご期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。